卓球のアジア選手権女子団体決勝、カザフスタン、で日本に1対3で敗れた中国がまだまだ大揺れだ。写真、早田ひなと自撮りする孫エイサ試合では世界ランク4位の大ゲイミチ、同1位の大エース孫エイサが同7位の16歳、張本美は木下グループ2敗戦。進行同も平野美宇、木下グループに敗れた。連戦による疲労が懸念されていた孫は、 体調不良により、同大会の残り種目を棄権。帰国した。中国にとっては歴史的敗戦となったが、とばっちりを受けたのがパリ五輪女子シングルス金メダルのチン夢だ。陳ンは今大会に出場しておらず、団体決勝と同時期に個人のウェイボーに海辺でリラックスする写真を投稿した。中国メディアモーヤスなどによると、孫の熱狂的ファンから仲間は苦しんでいるのに旅行ですか いいですね、ボリンキンメダリストさん、試合はなんで出ないの。などと攻撃が殺到。悪質なものは削除されているという。一方、チンのファンも、孫選手、あなたのファンが仲間を攻撃していますよ。ここでチン夢に試合に出ろって攻撃してる人って、中国代表にチン夢が必要ってことを言いたいの。とかばう姿勢を見せており、コメント欄が2万件近くに膨れ上がっている。 両者をめぐっては、パリゴリン女子シングルス決勝でチンが孫をおろし金メダルを獲得後、結果に不満を抱いた孫のファンが試合会場で中指を立てたり、SNS 上で誹謗中傷を繰り広げ、逮捕者が出る騒ぎとなっていた。チンにとっては飛んだ災難だが、それだけ衝撃的な敗戦だったと言えそうだ。